この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと、すごいよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみ&助っ人ライター東条さとみ、今回の実践台は人気ゲームとのタイアップ機忍者ガイデン、純増およそ3枚の AT 爆裂機だ。ルールはシンプルに、実践終了時点で獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第ではマイカちゃんがセクシーショットをあなたに届けてくれるぞ、ご期待あれ。先生ですね、叱ってほしいですね。なんか悪さしたくなるんですよね、前にいると。そう、マイカちゃんといえば前回ゲストで来て以来魚拓がハマりまくっている先生なのだ。やっぱ先生が一番好きです。はい、これからも見てね。はい、わかりました。ありがとうございます。いっぱい出して。はい、でもいっぱい出したらご褒美あるんですか？お前もう報道に見えたことを考えて。触んなよ。いいよ、触んなよ。何言ってんの、俺が先生なんだから。もう先生触んなよ。先生いいよ、向こう行けよ、向こう行けよ。玉なりくん。私も先生できるから。だからお前が先生やると肛門にしか見えないよ。本当に。さあいよいよバトルは大詰め。先に当たりを引いた方が勝ちという状況だが、さあ待ち物、成瀬は400ゲームの降格目前。まだやるべき悩んだ挙句、400ゲームの降格に最後の希望を託す成瀬。すると、もうやめられない。あ、しかも強ゼリーだ。強ゼリーじゃやめられないかな。すっぱんぱん、結果発表。打つふりした。してない。最後。してない。打つふりしたろ。打ちましたちゃんと。で、いろんな打ち方試して。よそ見打ち、スーパースロー打ち。で、それコイン入れてやれるのに入れずにやったろ。いや、それは最初はなんかあれやな。あれやな。今日は楽しいな。ないですよ、はい。はい。結果。では結果発表いたします。ココミ。0枚。あんな空打ちまでしててゼロなの。木村さんは832枚。これもお金でそういうチャンスをものにしました。あ、来た。なんだこのデメ。今日チャンス目。今日初めての今日チャンス目を今引きました。なんか違うよ動きが。ああ、引いた。ああ、もうこれはもらった。これはさすがにもらった。赤ほら、オッケー。土壇場で見事 AT ゲット。さらにサクッと3セット目に突入。なんか始まってねえか、これ始まってねえか。勢いに乗った魚拓はついに6セット目に突入。赤、よし、忍者。あれ、だけれども、え、赤だったじゃん。あ、落ちた。でもまあ、ここまで出れば十分でしょう。ということは、
東條の撮影会ですか。いいですか、私が私売るんですか。パッカーンいけますから、バーっていけますんで。最後ですよね、舞香さん。だってもう夫婦を引退されて。そうですね、歌手舞香ということは、こんな写真を撮れるのはもう最後ってことですよね。そうですね、世界中でギョタクさんしかいないかもしれない。最後、俺らがインドを渡してやりましょうよ、先生に。もうお前は これが最後だと、こっからもう歌で勝負するんだぞと。だから一番演出しましょう、いつも通り先生の一番綺麗なショット。あら、先生の一番いい笑顔の出し方を教えてあげます。はい、腹立つ。見てる方々、これプレゼント応募する方はそんなの望んでない。笑顔じゃないと。笑顔じゃないよ、笑顔じゃないよ、登場。まあ、可愛く、可愛く。ねえ、なんでこんなピーンと伸びてるんですか、これ。どう考えてもおかしいでしょ。ね、何やってんすか。緊張。かわいい。ちょっと自分でちょっとセクシーにしてくれたよ。ありがとうございます。いい子でしょ。ありがとうございます。はい。お前笑顔なんかいらねえんだよ。先生、最後に先生がもうとびきりエロいの見せてくださいよ。先生の最後っすよ、こんなエロいなんか出すの。先生がもうどうしようかな。いやいや、あの肛門は黙ってる。肛門はこっち来てろ。先生最後っすよ、本当に。めっちゃいい写真。いい写真。いきます。なんかさ、自分でそうやって言う割にはさ、あんま行かないっすよね。ヒビアの時とか、ルーシャの時とか。何なんか、あんまり指示しないっすよね。なんか相手任せみたいなとこ、そういうとこにちょっと直した方がいいです。飛び切り偉いの撮るっつって。恥ずかしくなっちゃった。今後はミュージシャンとして新たな道を歩み始めるマイカさんのプレミアムチェキ。ご応募お待ちしております。うわ、あら、あれは出ちゃった、出ちゃったじゃない。あれ、私こっから見てると何ぬるい写真撮ってんだって思ったら、これめっちゃエロいじゃないですか。最後これいいんじゃないですか、こんな写真を。なんでぜひとも皆様どうしようし応募してください、ね、はい、お前かよ。はがきでいいんですか。私舞香さん、はい、3回目出場があるのかどうか。あるといいですね。個人的にもあってほしいんですけど。いや、私的にも終わりですよ。きっとあるんじゃないでしょうか。というわけで、また来週お会いしましょう。さら、さあ次回はスロット南国物語。ムフフは南国娘が水着で登場。え？あのケツはね。8！ なんでパチンコ？ドクター！おっしおっし。